いや、来ただ、これ来ただ、とうとう来ましたよね。どうも皆さん、こんにちは、ケイジチャンネルです。もといゲーム情報からゲームの今後を予測する予想屋ケイジチャンネルです。外れた時には謝罪するでおなじみのケイジチャンネルです。いや、忘れないで。1年ぐらい前に、スイッチ版のモンスターハンター、ズバリ的中させてるから。ね、当てずっぽうで言ってるんじゃないの。いろんな情報をまとめるとこういう動きになるよねっていうのをズバリ予想していく。さあ、そんなわけで今日はね、ドラクエの話ですよ。ドラゴンクエスト35周年特番が5月27日12時からございますね。で、この中でドラクエ最新作の発表もあるって、これ来たね。これがドラクエ12です。ドラゴンクエスト12です。12なんです。ツイッター上ではドラゴンクエストビルダーズ3を望む声も非常に多いですね。わかりますよ。でもごめんなさい、今回違います。ドラゴンクエスト12です。2018年に制作が発表されて、音沙汰がないドラクエモンスターズ。おい、あれも音沙汰ないな、そういえば。おい、スクエニおい、スクエニ、あれも音沙汰ないな。まあ、それなんじゃないかっていう声もありますね。ごめんなさい、違います。今回はドラゴンクエスト12です。ドラクエ12です。2020年の1月に堀井雄二さんがツイッターでね、こんなことおっしゃってるんですよ。12はまだちょっと先になりそうです。でもその前に発売できるものもあるかも。今年もよろしくお願いします。12はまだ先。あ、そっか。いや、待ってね、その前に発売できるもの、それ何なのかって、これドラクエタクトのことじゃない。それスマホのゲームだったんじゃないのことだったんじゃないかなってちょっと思っております。これもう完全に12です。ドラクエ12が来ます。だってまずこの画像をちょっと見てほしいんですよね。この画像をね、いや別になんてことはない、ただの発表会の画像だし、グラフィックの感じからいくとモンスターズなんじゃないかっていう雰囲気も漂わせてはいるものの、ここにいるモンスターの数えてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 あれ 13?あれ違うかな違うかな。いや、違わないんです。このゴーレムとスライムは1匹とみなしてますよね。どう見ても12匹、12を示唆しております。しかも今回開始時間12時ですよ。12を示唆しまくってるよね。いや、いいんだよ、そんな都市伝説みたいな感じはドラクエはやらないんです。これはたまたまだと思うんですけど、いや、だってこの放送ね、中国語、韓国語、英語それぞれ用意してるんですよね。これ気合い入りまくりだし、35周年の、まあ、タイミングの放送だし、で MC をやるジョイさんも12なのみたいなことをね、ツイッターでつぶやいてて、しかもそれをね、宣伝担当の方がリツイートしちゃってるって、これもう完全に12だろ。これこんだけ言って違ってたらどうするのかって。いや、まあそん時はまあ謝罪ですかね。いや違う、大丈夫、ほんと大丈夫、ほんと大丈夫っていうか、おいスクエニさんお願いします、本当お願いします。もう謝罪はしたくないです。ということで、あのね、これだけじゃないんですよ。実はこの曖昧な情報から12だって言ってるだけじゃなくて、先日あのスクエアエニックスの2020年度の決算が行われました。まあ2020年度って言ってますけど、2021年3月期というふうにね、スクエアには表してますけれども、その決算発表がありました。でこの決算発表を見ていくとね、なおさらね、ドラクエ12だって感じます。はい。でまずじゃあ見ていきましょう。じゃあまず売り上げから見ていきましょうね。2020年度スクエニの売り上げすごかったよ。3325億円ということで、前の年よりも720億円もプラスしてるんですよね。でこれね、今回2020年度ってコロナ禍の影響でゲームメーカーってどこもそういう影響あるんです。プラスになってる傾向があるんですが、そのためコロナ禍の影響が大きかったため、2021年度は目標をやや少なめにしてるっていうメーカーが大半を占める。そんな中でスクエニは今年どんな見通しを立てているかというと、はい、ドン、売上3400億円、2020年度超える予想でいるんですよね。考えてみて、2020年ってファイナルファンタジー7リメイクとかも出してた年なんです。それだけビッグタイトルを出した年の売上を、ね、さらにコロナ禍っていうそのゲームに関したブーストがかかったその年を超える売り上げを出すためには何が必要ですか？ですか？ですか？ドラクエ出すでしょ。絶対出すでしょ。ね。それどころかですよ。向こう3年で売り上げを4000億から5000億円にする目標だっつってんの、これね。確実にこの3年の間にドラクエ12出すよね。ならもう今このタイミングの発表しかない！しかも、その売り上げをね、伸ばしていくための具体的な取り組みとして、ゲームに関しては
既存 IP の強化と多面展開、新規 IP の創出、各年度複数本の大型タイトル投入を目指すって言ってます。複数本の大型タイトルの投入ですからね。2021年度はまだ始まったばっかりで、ニーやレプリカントぐらいしか出てなくて、まあ、そこを大型タイトルって捉えるかどうかすごいちょっと微妙なところではあるんですけれども、まあ、今年のね、でもね、そのビッグタイトル、大型タイトルってまだね、発表すらそんなにされてないの。ファイナルファンタジー7リメイクのインターグレードもありますけれども、あれ大型タイトルかって言われたら微妙じゃないですか。もうすでに出してたものだからね。まあ、仮にそれが大型タイトルだったとしても複数本数出したいっていうんだからまだあるんですよ。というわけで5月27日に発表されるのはドラクエ12です。12です。で、今もう全体、ゲーム全体の流れから発表したゲーム2年3年待たせる傾向ってもう今あんまりないから、これね、発表したらもうね、2021年度内に発売する可能性ある。下手したら11月発売あるんじゃないかと思ってる。まあでも期間的には3月とかそれぐらい、年明けてからになるかなとは思ってるんですけれども、ドラゴンクエスト12です。今ちょっとごめん、なんかビルダーズって口から出そうになったけど、違う、ドラゴンクエスト12です。これだけ言って皆さんどうですか、信憑性増してきましたよね。ありえますよね、十分ありえるんです。まあでも一応念のため言っとくけど、そのドラクエモンスターズである可能性もあるから。その可能性もまだあるとはあるね。だからドラクエ12かドラクエモンスターズどっちかだったら当たりっていうことにしてもらっていい、今回の予想ね。せこいね、せこい、せこくないでしょ。だってドラクエモンスターズだってに、おい、おスクエニオ、音沙汰ないな、スクエニオ、おい聞いてんのか、スクエニオ音沙汰ないぞ、俺ね、じっくりいいもの作ってくださいね。ドラクエはね、発売されるスパンが結構ね長いからね。で、あとじゃあどのハードで出すんですかっていう話になってきますよね。そんなもんスイッチに決まってんじゃん。そんなもんスイッチに決まってんじゃん。スイッチ決まってんじゃんね。スイッチで出すことはもう確定ですね。スイッチで出さないとその考えられない。今はね、ドラクエならね。ただ、まあ、PS4 にも出すかもしれない。まあ別にスイッチで出せるものは PS4 にも出すよね。ただ問題はそうなってきた時にハード間の契約の問題で、どっちかで出したらどっちかを遅れて出さなきゃいけないとか、なんかいろいろなんかややこしいのが多分あったりすると思うんだけどもね。まあでも前回ドラクエ11の時は、まあ3DS と PS4 同時に出した、まあ別のゲームとしてね、まあ別っていうか同じなんだけどほぼ別物として出してきたっていう、ちょっとすごい大変なことをね前はやってたんだけれども、今回どうするのか、その辺の動きとかは、まあ、発表会の時になんかあるんじゃないかななんて僕は楽しみにしておりますね。今のさ若い子たちにとってドラクエってどういう存在なんだろうね。さっきも言ったけど、そのドラクエって発売までのスパンがやっぱり長いわけじゃないですか。で、まあ子供たちにとってあんまり触れることの少ないゲームなわけであって、僕ら子供の頃はそれでもファミコンとかスーパーファミコンの時はまあそれでも多少のスパンではある程度出てたから、いやでも長かったよね、ドラクエは。発売から発売までの間長かったけれども、それはやっぱりカリスマ的ゲームとしてもうキングオブゲームだったわけですよね。今の子供たちにとってはあれか、いやでもフォートナイトとかさ、マインクラフトとかさ、常に手元にあって、常になんか何かしらのアップデートや盛り上がりが常にあり続けるゲームの方がザ・キングオブゲームっていう感じはやっぱりするよね。ああね、ましてや今さ、日本国内の JRPG だとペルソナ5のとんでもない評価の高さとか売上数とかって考えたりすると、 JRPG ナンバーワンって何って言われたらペルソナってちょっと言いたくなるところもあるけれども、やっぱり我々の年代ちょっとね大人で昔からのゲーム、まあ、スーパーファミコンなりなんなりとかさ触れてきた人たちとかからすれば、ドラクエっていうのはキングオブゲームであってほしいよね、日本の中ではって、ちょっとね願うところもあります。まあ、そんな私もちょっとあんまりドラクエには実はそんなに思い入れがない。ごめん、俺一番思い入れがあるドラクエって多分6と7かもしれない。6と7かもしれないね。まあ、3もね、遊んだけれども、他はちょっとそんなになんかぼんやりしてる。ちょっと怖い。おい、こんだけ言っといて、ほんまふざけんなってちょっと思うかもしれない。ごめん、俺やや FF 寄りなんで。中二病な子供時代送ってきたから、ちょっと FF 寄ってんだよ、俺。ね、FF ビーキなところがあるんだけども、でもドラクエが出るってなったらやっぱりワクワクするし、ね、買いもするしっていう、そんな感じでございました。というわけで今日はね、コメント欄に皆さんの予想を書いてください。皆さんの予想を発表されるのは何なのか、5月27日の発表会まで何が出るんだろうってああだこうだ言える期間は今しかございません。今楽しむなら今ですということで、
散々書いてってくださいというわけで今日の動画は一旦ここまで。もう一本今日動画出るかもしれないし出ないかもしれません。その時はまたよろしくお願いします。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。頼むスクエニ、ドラクエ12でお願い。